相変わらずいい面構えだ。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。ああ、ご主人、今日は随分お客が多いようだが、何かあったのかね？いや、うちの娘がタレント事務所にスカウトされたらしく、ちょっとした噂になってるんですよ。おお、それはそれは。もしタレントになんてことになったら、親としては心配なんですけどね。うん、それはなぜかね？娘が遠くの町で暮らすことになんかなったら、もう心配で。遠くの町だと？え？いかん、いかん、それは、いかん！あ、お客さん、忘れ物！許せん、プリキュア。私との勝負から逃げるというのか？許さんぞ！